ラウール・クリシュナ・アード・バーニーは、インドの政治家、元インド人民党党首。1927年11月8日、カラチ生まれ、ムンバイ大学で法学の学位を取得後、民族義勇団に参加。1965年に、インドに戻り、二人の子を産んだ。1947年の、インド・パキスタン分離独立後に、パキスタン領となったカラチからラージャスターン州に移り、 ヒンドゥー主張主義者が中心となったインド大衆連盟決闘に関わる。1951年、シャヤマ・プラサド・ムカジーの人民党の秘書を1957年まで務めた。その後、大衆連盟は国民会議派の反主流派や左翼、地方政党とジャナタ党を結成。ジャナタ党の選挙勝利で、モラルジー・デーサー・イー内閣が成立すると、 1977年から1979年まで情報、放送大臣を務める。その後ジャナタ等が内部対立で画解すると、アードバーニーアダルビハーリー・バージペイなどが中心となり、インド人民党を結成。1986年から1991年までインド人民党の総裁を務めた。それ以後にも人民党の総裁を二度務めている。 1998年に人民党が勝利し、バージペイ内閣が成立すると内省副首相を務めた。人民党が2004年連邦会院選に敗北し、野党に転落した後に総裁に就任している。総裁在任時には本来のヒンドゥー史上主義を薄めて支持回復を図ったが、党勢の回復につながらなかった。現在は、 グジャラート州ガンディーナガルでまた候補として選挙を行っている。ありがとうございます。